熊本日日新聞は株式会社、熊本日日新聞社が発行する熊本県の日刊新聞である。熊日の略称で熊本県民に呼ばれている。発行部数は253,330部で、九州地方の地方紙では、ブロック市の西日本新聞、南日本新聞に次いで発行部数が多く、熊本県で高読率が最も高い。 水俣病の報道、キャンペーンなどで注目される。また、系列放送局である熊本放送を含め、熊本の民放テレビラジオ各局では、自社の CM がよく流れている。2020年4月23日に、熊本日日新聞社のグループ会社で、新聞の配達や販売を担う、熊日都市験販売が、作成、配布したチラシに、 男女の役割分担を決めつけるような不適切な表現があったとして、4月30日に公式サイトにお詫びを掲載した。5月1日付の新聞市上にもお詫びを載せた。チラシは、熊日で充実すご盛、ナイフと題し、大型連休を自宅で過ごす人に新聞購読を勧める内容。記載された女性のイラストには、断捨離して、大掃除、いつもより手の込んだ料理、 男性のイラストには映画鑑賞、ゆっくり読書と添えられており、女性は赤系、男性は青系の色で描かれている。同新聞社はサイトで精査を色分けし、家庭内の役割分担を決めつけるような不適切な表現が含まれていました。ジェンダーや性的少数者をテーマに報道してきた新聞社のグループ会社で不適切な表現を使ったことを お詫びしますと説明している。ありがとうございます。